どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画はデバフについてチャンピオンズミーティング解説やっていきます。はい、で今回の動画ではチャンピオンズミーティングで強い戦術の一つとなってしまった、デバフについて解説していきます。まあ、この戦術だけが強いというわけではないんですが、実際、本番でもね当たりますし、実際ゲーム内に登場しているということで、まあそれでさらにねかなり強いということがあるので動画にしております。いつもね高評価してくださっている方はありがとうございます。動画作成に高評価ぜひともよろしくお願いいたします。で、実際に強いというのは、まあ実際ね、まあ1エースの2デバフでも強いです。まあ勝率が 80% とかになるとかいうのはあるんですけども、それはまあクリオグリの固有が出るかどうかというところにはなってくるんですけども、まあ実際これはですね、まあ重課金者の人の方がね、もうデバフがない方がね、勝ちやすいっていうのがあります。それはデバフがなければ重課金者の人はサポートカードが強いので強い魔娘3体を出せるんですけども、まあ、そうじゃない方にとっては、このねデバフが流行っているのは一応その、まあ、課金者にも勝てる目が出ているというふうにはなっているのかなというふうには思います。はい、でデバフについての動画結構まあ皆さん意見あるかもしれません。まあ、まずはデバフアレルギーの人もいたりして、まあ、ナイスネイチャーとかね、昔からあるんですけども、昔のデバフネイチャーについても、まあ、それはどうなんだみたいなね、そういうところはあったりはすると思います。まあ、それについてはいろいろな、まあ、思いがあると思うので、ぜひとも、まあ、デバフが嫌だよっていう人も、まあ、どういうふうに嫌かとかね、コメントしてみてください。まあいろんな動画上げるとねデバフ入れてるじゃんとかなるんですけども、まあ今回ダートということもあって結構デバフは本当に見ます。なので私のチャンネルでは、馬娘に限らずゲーム実況ゲーム解説みたいな感じなので、まあそのねゲーム内でのデバフを解説しているということです。はい、であとはですね、まあ一応アンケートとかを取ったんですけども、まあデバフを出しますかっていうところを聞いてみたところ、まあ結構デバフはまあ1人以上出すっていう方がまあ半分ぐらいいるっていうのがあって、まあ様々な理由がありますけども、まあ決勝でもね当たることが予想されますので、まあこの知識として入れておくっていうのはありだと思います。はい、でぜひともねいろいろコメント欲しいんですけども、まあ個人的に思うことを一つ言っておきます。一応、馬娘というアプリね、いろいろな楽しみ方があるんですけども、チャンピオンズミーティングに限っては、対戦、まあ、対人戦っていう風にはなってきます。で、あとは個人的に思うことなんですけども、最近、このね、環境がですね、その、まあ、馬娘、3体出すんですけども、その3体のうちデバフを2にするっていう構成とかも流行ったりしていて、まあ、それが、まあ、そういう、どういう選択をするかっていう、カードゲームっぽくなっているかなという風に、個人的には思っております。なんでまあ例えば違うカードゲームで言うとマジック・ザ・ギャザリングで言うと青色のデッキですね。まあカウンタースペルとかね、そういうのがあるんですけども、まあ相手の妨害をしていくみたいな、そういうデッキみたいな風には思います。まあなんで一応ここで言いたいことは、まあゲームなので、まあそのね実際の馬とは違うっていうところもあったり、まあ実際の馬でもそのね、まあオペラを大芋網とかね、まあ他にもまあそういう妨害とかね、そういう当て馬みたいなとかあったりはするので、まあ史実でもそういうのはあるっていうところもありますし、まあ、言いたいところとしてはゲームなんで、まあ、ゲームとして楽しむっていう人と、まあそうじゃない人もいるっていう、いろんな人がいるっていうのがあるんで、なんでさっき言ったコメントしてほしいっていうところもあります。で、今回こういう環境になったのは、まあ、ゴルシコ流が悪いです。ゴルシコ流がなければ、ここまでデバフが流行るっていうのかなかったっていうのがあって、ゴルシコ流が、まあ、どの距離でも、金スキルね、引っ張ってこれるみたいなところがあるんで、そこが環境変化の一因です。で、あとは皆さんのキャラの事情にもよると思います。今回特にダートで適性がある馬娘を持っていないとかね、そういうところでダートキャラがいなくて枠をね、埋めるために入れてる人とかもいると思うんで、まあ、結構普通に、あとは、まあ、このゲーム内ではデバフ見ることは多いと思います。はい、ということで、今回はデバフ解説していきます。でまず、デバフの構成として、速度デバフ構成、これを解説していきます。で、これはですね、今回の場合、軽眼プラス独占力っていうね、デバフを使っていきます。で、この独占力というのは、終盤ランダムで6位から9位というのが条件なんですけども、速度デバフで、速度マイナス2500の3秒というね、効果があります。
で一応メモとしては効果範囲は前方すべてです。で射程はないので、射程無限みたいな感じでここは見てもらってもいいんですけども、前の全員にかかるという、ね、感じです。はい、でもう一つが軽眼ですね。これはゴルシ固有で引っ張ってくるっていうのが今回は流行っています。でこの軽眼には本当の条件としてはそのね、マイルで、序盤のね、時序盤後ろにいることっていう条件なんですけども、ここは書いていません。でなんで書いていないかというと、これはゴルシ固有で引っ張ってくるようで積んでいるからです。今回はなんで押さえてほしいところは普通に速度のデバフの効果があるよっていうところね、この前の速度を下げる、そしてまあ射程がね前方全てという、まあこれも独占力と同じで射程はないみたいな感じなにはなってます。はい、なんでまずですね、一例を申し上げますとこんな感じになっております。まあ一応私が実際に作った、デバフこんな感じになってます。独占力ここに積みまして、ためらい前手ですね、速度デバフ系を積む。特にまあ今回はクリオグリーとかが強すぎるので先行ためらいはマストでいります。で他のためらいも全種類を積んで、あとはまあ、スタミナデバフをちょっと積むっていうのと、あと圧迫感ですね。これもダートのデバフなんですけども、これはまあ因子から取ったりとかね、そういう感じでやっていくっていう感じが、まあデバフ育成です。であとはですね、まあ、これやるにはその独占力を持っている馬娘を育成してください。これは一応キャラの方でね、解説して、独占力っていう枠、まあ5キャラとかいるんですけども、そこら辺でやっていく感じです。であとはグラスアンダーでやると、一応ね赤デバフ素で持っていますので、そこら辺もプラスで取れるっていうところはあったりします。はい、そんな感じでデバフ育成なんですけども、デッキはこのようになっています。私がまあやってる一例なんで、これ別にこの構成の通りにやんなくてもいいです。まあ、特にですが、この運数の枠は私は個人的に入れてるので、ここは変えても大丈夫です。で他は一応ためらいがここにあってとかね、そういう感じなので、ここら辺は、大体が、変わら、同じようにしていただくと、できるという感じです。はい、で一応ですね、まあ、見ていくと、これも同じサポートカードで作っているんですけども、こんな感じです。で一応運数を入れている理由なんですけども、セイウンスカイは別に、別のカードでも大丈夫です。で私が入れている理由は一応先行ためらいを落とさないためという感じで、ここで先行ためらい取りつつ、まあ一応ね、あとは、イベント打ち切りできますので、ここで下で2の矢で打ち切って連続イベント邪魔しないとかね、あとスタミナちょっと持って、ついていくようにしたいとか、そういう感じで入れているので、ここを変えても大丈夫です。はい、でこのデッキにすると、ここら辺のねためらい系とかも自動的に取れていきます。これ7位はまず軽眼取れて、ダイナム的は、ためらいと牽制が取れます。まあ、ちょっと軽く見ていくと、ヤエノム敵がねデバフ育成にはかなり強いというのがあって、これがですね1番目のイベントで、牽制とためらいが取れます。なんで速度デバフはためらい確定、ほぼ確定で入手できるという感じです。はい、であとはですね、キリュウインさんですね。キリュウインさんは、ためらい、確定ほぼ確定でもらえます。これもイベントでもらえるんで、こういうイベントでもらえるところから集めていくというふうにしています。まあ、この1冊目はきっとあなたにというねイベントが出て、追い込みためらいが取れるとか、ね、そういう感じになってます。であとはスイープ投手ですね。このカードは結構ね、あると便利なんですけども、スイープ SR、 この賢さスイープ、まずはここでですね、トリック後ろが取れます。でこれで一応かかった時のね、スタミナデバフも兼ねていく、そしてあとは追い込み牽制とかね、そういうところが取れていくという感じです。であとはもし取れればですが、ささやきとかもあれば普通に、まあ、たまに出るみたいな感じで取っていけるっていうのがね、スイープ投手です。はい、であとはマーベラスサンデーですね。マーベラスサンデーは皆さんご存知かもしれませんが、先行ためらいと逃げためらいが取れるので、まあ、ここ別にパワーマベさんでもいいと思うんですけども、まあそこら辺で、このねためらい、特にまあクリオグリのためのこの先行ためらいを取っていくという枠になってきます。はい、そんな感じでこれがイベントで取れるという感じです。でランダムで、先行ためらい逃げためらいとかを取っていくみたいな感じです。
はい、で一応替えなんですけども、セイウンスカイは変えてもいいと思います。であとはこの通りではなくても他のものを入れてもいいです。ルドロフとか入れてもまあいいといえばいいと思います。はい、で一応替えのことを言っていくと、ライスシャワーとかもねありだとは思います。ライスシャワーはスタミナでもいいです。台風のスタミナでもいいんですけど、パワーライスでもいいです。でどっちでもいいんですけども、ライスちゃん入れた場合は先行へのねデバフを厚くするという意味があります。一応ここでためらいを取りつつ、スタミナも削って先行牽制先行焦り、まあここを取るのはかなり数が多いので確実に取れるというわけではないですが、ここから取っていくとかね、そういう感じです。はい、であとはですね、綾部さんとかも入れてもいいです。これはスタミナデバフの方で特にね、綾部さん使っていくんですけども、パワー綾部さん入れた時には、ここのイベントで先行焦りが取れます。であとはランダムなんですけども、先行牽制があるので、こういう感じで、まあ一応クリオグリというのがね、強いっていうところから、そのね、デバフを手厚くするために、こういうカードを入れてもいいと思います。はい、でこれがですね、まあ独占力型なんですけども、まあまずはですね、このデバフの話をすると、まあ、決勝では特に速度デバフの方が生きるんじゃないかなと個人的には思ってます。それはなぜかというと、スタミナデバフがね結構流行った結果、クリオグリもねスタミナ多いクリオグリとかが出てくることが多いです。でスタミナ900以上にしているクリオグリとかになってくるとスタミナデバフが効かなくなっていくので、まあ、今回紹介した、速度デバフの方ですね、こっちの方がまあ有効性が高いかもしれないなというふうに個人的には思っています。はい、で次で一応ですねスタミナデバフの方も、解説一応ちょっとします。でこれもこういうデッキでやってますよっていう一例です。この通りにしなくてもいいです。で、これはですね、私が実際にスタミナデバフをやった時の、育成した時こんな感じですよっていう感じで、これもですね、一応この焦りとかね、そこら辺トリックしろとか牽制とか全部を取っていくみたいな感じです。で、一応私的には、この先行ためらい逃げためらいを取るためにマーベラスサンダーを入れてるんですが、ここはまあ変更してもいいと思います。これを焦りにしてスタミナの方にするんであれば、マベさんを変えて、ライスちゃんとか入れると、さっきのね先行牽制とか先行焦りとか入れれますし、まあルドルフでいろんなねデバフを、少し厚くしてもいいかもしれません。まあこの場合牽制が結構取れるんでルドルフはあんまりいらないんですけども、ライスちゃんとかあとは、里のダイヤモンドとかね、ここら辺で、逃げ焦りとか取っていくのもいいと思います。一応サトちゃん少しだけ見ますと、まあ入れるメリットはあるかなっていう感じなんですけども、ちょっと表示しますね。里のダイヤモンドで、もちろんライスシャワーでね、先ほどの、ここら辺のね2種類の先行のデバフを手厚くしてもいいんですけども、サト、ちゃんを入れる場合は、逃げ焦り、そしてあとは一応ね、束縛とかね、これ一応タケオンとかからも取れるんですけども、こういうところで、速度デバフを少し兼ねていくとかね、そういう使い方ができます。であと逃げためらいとかがあるんで、このね、マベさんの枠を変えるという手もあるかなというふうな感じです。で他には取れるのはこういうサポカがあるんですけども、まあ大体このここを変えるかなというところです。まあ、ヤイの無敵を持っていない場合は、まあ、マチタンとかタモクロスとかね、そこら辺で差し焦りを取ってもいいかなという感じにはなっています。はい、ということでこちらがですね、デバフ育成の、解説になります。で、デバフについては皆さんまあ思うことはあるかもしれません。結構デバフアレルギーの人もまあ SNS 見ててもねあると思いますし、特に今回のチャンミでは本当にデバフが目立っているので、まあ、実際出てきます。なんで、まあ、デバフ嫌いとかあるかもしれないんですけども、まあ一応知識としてねこういう感じで来るんだっていう風に入れておいて損はないと思います。まあ、デバフがね、まあ、好きにしろ嫌いにせよ、まあ、マッチングで当たってくると思うので、じゃあスタミナを盛ろうとかね、そういう感じでやっていくしかないかなという感じではあります。で、あとは他の距離の話をすると、まあ前回とかね、無人シティとかがあって、それで加速度のね、デバフをしてくるとかありますし、まあ次の来月長距離になってくると、またね、スタミナデバフの話出てくるかなと思うんですけども、まあ一応長距離ではそこまで流行らないかなというふうに思います。まあそれは長距離になると、まあさらにね、スタミナ盛るとか、あと下り坂モードが今後はあるので、
まあ、そういうところでスタミナデバフがそこまで有効じゃないというふうには思ってます。まあ、それはまた次のチャンミが来たらメタ解説していきますので、ぜひとも気が向いたらチャンネル登録してそちらの動画も見てみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあそうですね、デバフ結構コメントでもあるんですけど、デバフ入れてんじゃんみたいなね、うららちゃんの動画でもあったんですけど、まあそこでなんか愛がどうかっていうんですけども、まあそれで言うと、まあそれはさっき言った通り、そのね、ゲームとして楽しんだらいいんじゃんって俺は思うんですけど、まあ、それで言うと、もうこれ例えばゲームでナイスネイチャーというキャラいるんですけども、金スキル2つともこれ、赤いスキルです。なんでそれはもうこれは最下にデバフ削除しろっていうしかないっすよね。うん、まあそんな感じなんで、皆さんゲーム、楽しんでいきましょう。まあデバフを出す出さないは、まあ皆さんの信念に従ってやればいいと思うんで、まああとは対戦アプリゲームみたいなね面があったりするので、まあ、気楽にやっていきましょう。ということで、のっちー TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、いろいろコメントください。で、まあまあ、ちゃんみね、結果はどうあれ、まあ、ベストを尽くしましょうということで、私もまあ、デバフ出すかどうかはわかんないという感じなんで、まあ、ちょっとこっからもね、育成頑張っていきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、他にもですね、まあ、娘動画上げていますので、よければ、他の動画も見てみてください。それでは、のっちー TV でした。また次のま娘動画でお会いしましょう。またな。バイバイ。